4代目フェアレディ Z を 3D プリンターで作ってみました。 V6 ツインターボエンジン VG30DETT も作りました。タミヤのプラモデルが参考資料です。3面図は箱の側面にありました。このキットにはエンジンもついています。エンジンもモデル化したいのでエンジンだけ組んでみました。本体の方は組む時間がなさそうです。箱絵の3面図を主体にして面を貼りました。エンジンも雰囲気だけモデル化してみました。3D プリンターはエニーキュービックフォトンモノで、レジンはワンハオの水洗いレジンです。天気が良い日は太陽光でしっかり二次硬化します。エンジンもスケールを変えてプリントしてみました。塗料はタミヤの TS95 です。ホイールは R35GTR の流用です。ゼリー瞬着を使いました。今回は真鍮線の軸を使いませんでした。軸はなくても何も変わらないようです。エンジンルームの塗装をしました。データのミスでバッテリーなどがプリントされていません。補給類は実車を正確に反映してません。これまで作ったパーツを適当に流用したからです。はみ出したところは後で拭き取りました。ナンバープレートのデカールを貼りました。配給パーツのデカール用紙に印刷しました。完成です。ご視聴ありがとうございました。